どうもこんにちは宣伝部長の小です今日は逮捕除名の2択ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけでガーシーさんの周りが本当に日々日々ねすごい状況になってってるわけなんですけどもまあなんかねいろんな話を聞いていくとやっぱりこう。 中にはね、そのやっぱ、持った話とか、あるいは推測にしか過ぎない話もたくさんあると思うんですよね。で、それを全部足しちゃうと、やっぱり、こう、話としてでかくなりすぎちゃうんで、今回はですね、ちゃんと取材した記者さんのね、記事の方をご紹介しつつ、やっていきたいというふうに思います。はい、で、こちら、現代ビジネスさんの記事で、まあ、以前からね、ガーシーさんのことを、まあ、ちゃんと取材して書いていただいている、伊藤敏弘さんの記事ですね。はいだから あの他のんだろうな全く取材しないでなんか除名だなんだと騒いでる記事とはちょっと深みが全然違う記事に仕上がってるんですけどあとねちなみにガーシーさんの本が悪党、まあ、っていうやつの本が出るんですけどそちらを書かれたのも伊藤さんなんですけどこの伊藤さんとはまた違う伊藤さんでそちらの方はなんか朝日新聞やめてねえまでガーシーさんを追いかけたらしいんですけどそれはそれでちょっと楽しみかなと思っておりますという感じでえっとですねえっと まあ早速行きましょうか。で、帰るか帰ざるべきかってことでね、えー、ガーシー議員の気持ちは揺れてるということで、これは本当にその通りですよね。参議院が決めた議場での陳謝の処分を受け入れる意思を固めて、で、えっ、ー、と、ガーシー議,の議員の秘書が、えっ、ー、と本、本会議へ出席し、まあね、謝罪文を朗読いたしますという文書を提出したということですね。で、一応、期日は3月8日ということで、 なんですけれども、だからといってすぐ帰国するわけではないと帰ったら警察の捜査が始まると、えー、その行方を恐れる気持ちがあり文書の帰国の日程などの具体的なスケジュールは記されてないとあれそれプラス、まあ、ちょっと、あのーまあ、狙われたりとかしてる部分もあるんで、まあ、安全面も兼ねてちょっとスケジュールは出してないと。 いう感じですねもともとこの1年、稀有な人生を送った人であるってことですよね。えー、闇カジノにはまって3億円以上の借金を抱えた上韓国の人気アイドル BTS に会えるという名目で詐欺を働き、被害者から相談を寄せられた警察の捜査が始まって、2021年の12月、片道切符を握りしめてドバイへ逃亡したということで、通常はもうここで人生終わりみたいなことですね。もしくはもうドバイでひっそりと暮らすかっていう、まあ、そんな感じじゃないですか。 で、えっと、昨年2月に YouTube を開始し、暴露系 YouTuber となって芸能界好きの若年層を中心にガシー減少を引き起こし、7月にはなんと参議院にまでなったんですよね。すごいですよね、改めて <laughs>。いや、ここだけですごいんですけどね、まあ。いや、でもこっからいろんなドラマ始まるとは誰も思わんですよね。なんか普通にそのまんま、なんか、まあ暴露っていうか闇やばいって、なんかそれで、なんかこう、アーダコーダはあるとは思ってたと思うんですけど、 まあ現状のちょっとよく分からん出来事に巻き込まれるってことについては、ね、誰も想定してなかったと思いますけど。はいで、だからその過激さがあだとなり、YouTube や Twitter サ晩され、やり玉に挙げられた芸能人、事業家などの苦情が警察に持ち込まれ、受理したけ警視庁捜査2課は、昨年末、ガーシー議員に任意の事情聴取を応じるように弁護士を通じて要請したと。でまた えー、今年1月動画配信サイトの関係者である都内マンション等を家宅捜索したって感じでねいわゆるそのえー、っと今んとこ分かってるのはガーシーさんの今の編集やってる方のまあ日本のお家とだからそれもねやっぱねやっぱ問題だと思っててに子供がねいる時間帯にはわざとかどうか知らないですけど入ってってでそれでちょっとトラウマでみたいな感じになってるらしいですからそう。 なんか別になんか本当のね、告白人に対してやる分についてもどうかと思うことですよ。だって子供関係ないから。だけど今回の議論って本当にただの名誉毀損でここまでやるかみたいなことで周りを巻き込み続けるっていうのは国家権力はそれやっていいんですかねってやっぱ思いますけどね、改めて。で、それとあと、正岡さんですね。は、まあ、えっと、ガーシーさんの最初の方のね、パソコンの使い方が設定がよくわからないと。だからその本来お願いしてるその編集者の人ですよね。に が、まあ、日本から、まあ、遠隔で手伝ってもらってるって感じだったんで、まあ、その後、だからね、だから YouTube は上手くなって、ようやく来てって話になるわけですけど、まあ、だから最初の設定等々とかをわからないから手伝ってもらった程度ですよ。でも、そこにも、あの、創作入ってるんでね、すざまじいですけどね、はい。名誉毀損じゃないんですかみたいな。 はい、で、えー、と当初、詐欺容疑は NHK との借金の肩代わりもあり被害弁済が済み時短も取れて捜査は中断したと。で、だが、そ現在の捜査は別であるということなんですけどで、まず、その、えっと、こっちの方の捜査もなんか変でいわゆる BTS 詐欺っていうことですよね。これについてもだからここで、まあ、お金を、ね、借りてで、返そうとしてたわけですよね。で、で まあかなり示談も取れて進んでるところでもともと警察に相談していった時には警察は全く何もしてくれなかったにもかかわらず被害届も受理してくれなかったとでだけど急に物事が解決しようとしたら電話かかってきて「被害届出せ」と「YouTube をガーシーさんの YouTube をバンしたいんだ」みたいな。 わけのわからないことを言ってきたわけですよね。だこの時点から、まあ、そもそもなんかすごいおかしいんですけど、はい。で、えっ、ー、と、まあ、とにかく、それは一応、まあかん、今回は関係ないっていうことになってるらしくて、警察が動いてる件ね。で、えー、警視庁関係者が語るってね、警視庁関係者でしょ。YouTube がバーンされるまでの昨年6月,6月頃までの個人攻撃が、暴力行為等処罰違反。 常習的脅迫、名誉毀損、威力、業務妨害にあたるとして捜査が始まったと。はい。で、これね、でもね、ちゃんとね、何でかっていう法的根拠っていうのかな、まあ、ちゃんと示してほしいんですよね、これ。だって、まあ、言うて、それで言ったら、これこれさんもアウトですよね。まあ、まあ、それはまだいいとして、それ以外にも、週刊誌とかがそもそもこれやってるでしょ。で、場合によっては、職を失った芸能人の方々とかいっぱいいるし、 そうだからその <laughs> いやだから嘘800の話を持ってだったらまだわかるんですよしかもでも週刊誌でも嘘800の話書いたりとかして芸能人が時々ぼやいてるでしょでそんなことが一応まかり通っててそれ警察の捜査入ったんですかっていう形なんでまあそこについては明確な、まあ、ルールというかなんて言うんでしょうねちょっと無理筋がある気がすごいするんですよね私個人の意見ですけどね、まあ、あのだから なんて言ううだろうなもう法律関係なくなってきてませんみたいなちょっと思っててだから日本でいろんなのが解釈の幅を広げる国なんでだルールがルールは一応決めるけどだから解釈の幅を広めちゃったら全部成立しちゃうっていうわけのわかんないことになっててだからねだからあいつが悪いっていう空気感を作り上げるとそれを。 ものすごく広げて、お前アウトみたいなことをやるわけですけど、じゃあ、同等のことをした人も同等に処分してるんですかねって言ってはなんなくて、やっぱり空気を盛り上げて、あいつ悪人だっていう空気感を作り上げると、な、ま、ぜ、あ、か有罪ってね、これ堀本さんのことですけど、<laughs> 本当ひどいなって思いますけどね。はい、で、えー、っと、それで選挙民の支援を受けて当選した国会議員だから、捜査二課の判断だけで捜査できない。検察や官邸などの了解はもらってると。 おかしいでしょあのこんなんであの鑑定の了解もらいます世の中にはもっとすごい事件がたくさんあるのにだってこんなんだったらそのルフィとかなんとかってああいうもっともっといろんな人たちいっぱいいるじゃないですかあれがもっと早く解決した話ですよ鑑定が入,入ったらねだって要するにフィリピンっていうのは要するにあのああいうあの何て言うんですか中でもお金で何でもかんでも成立しちゃうっていうことだからじゃあお金で何とかなんでしょうみたいな話で。 だから国が介入したらねそんなのあっというよにもっと帰ってきたってもっと早くにね、あのー、日本にねこう強制送還できたって話だと思うんですけどまあそれは世,の世論が盛り上がってもちょっとさすがに対処しなきゃいけなくなってようやく動いたんですよ。で今回の件それに当たりますかと12月ぐらいから急に騒ぎ始めてそんな急になるわけないでしょって話なんで,でだからこれ逆ルートを考えると分か,かりやすいですよ。 官邸が動いて、えー、かっこ木原さん。<laughs> わかんないけど。まあ、ガーシーさんは木原さんの名前とかを出して攻撃しましたからね。ただ、その人が、検、えー、察とか警察の方に降ろしていったら、これお分かりっすよね。それで現場に到達しましたって。これ逆ルートじゃないですか。現場から上がっていったんだったら、本当に上がってんだったらまだいいっすよ。じゃなくて、これ逆じゃねみたいな。本当に怪しい。<laughs> で、 えっと、それで、えっと、立憲の道筋はついてるということだということで、まあだからこれが本当についてるんだったら、もう帰っちゃダメのような気がしますけどね、むちゃくちゃだなと思います。はい。で、えっと、ガーシー議員が躊躇しているのもそこで、任意の聴取が続き、在宅起訴されて法廷で争うのはやむをえないが、逮捕、身柄拘束は避けたいという強い思いがあるということで、まあそれはガーシールとかインスタで語ってましたって感じですね。で、帰国した際、逮捕あるのかってことで、 ね、いやもうまず前提条件として国会議員は不逮捕特権があると。で、従って国会会期中陳謝文を朗読して国会に登院される方は逮捕されることはないということですね。で、一応なんかそれも、まあ、手続き踏めばできるんですけど、それはな,なかなかハードル高いなっていう、あの先日あの文久さんね、ガーシーさんの秘書の方が説明してるの聞きましたけど、いやだって、 そのよっぽどですよだって、まあ、そもそもその疑義があるこれについてそのただの名誉毀損の幅を広げすぎっていう問題があるからそれはちょっとさすがにみたいな話だと思うんですよねはいでその間にね事情聴取は粛々と進められるとでだが捜査の進展に身をかけ 危険を感じたガーシー議員が帰国の準備すれば出国は拒否され逃亡の恐れありということで司法当局は参議院に逮捕許諾請求を出すことになるということですね。はいこれはねちょっとどうなんでしょうね。まああの帰国の準備を察知してやってももう間に合わないと思うんですよね。だからやるとしたらえー、っとどうするんでしょうね。あのガーシーさんが6月までいるって話だからその前に出すっていう。まあ 手順にななるじゃないですかでもそこまでやるって何か世の中に本当に困ってる人たくさんいるんですけどねむちゃくちゃゃくだなと思いますけどねだからその前にあのだから警察はちゃんと発表してどうしてどうのこうのっていうまあ ね、帰ってこれないとできないって言うんだったら帰ってからでもいいですけどどういう法的根拠でどういう証拠をもとにそういうことをやってるのかっていうことを明確にしなきゃいけないしだと思いますけどねでもそれはあのなんて逮捕許諾請求出したらそれやんなきゃいけなくなるわけですけど大騒ぎですよでもそんなの絶対警察やりたくないからこの線は私はあんまないのかなっていう気もしてるんで国会会期パスポートなんかうまい手口で取り上げて かでようとしたらちょっと待ってってやって出国させないで、えー、国会の会期間が終わったら逮捕みたいな流れの方がまだ現実的かなと思いますけどねもしやるんだったらでこの30年間で、えー、と6人の国会議員が請求を出されていつでも許諾されておりってことでまあこれはまあほぼほぼまあいいやえっ、ー、と で弱小政党の NHK とのガーシー議員の許諾を阻むものあるまいって感じなんでだから理屈としては数の論理でいけるんでしょうけど自民党とかはもしこんなもん通したらもう、まあ、そもそも除名自体もアウトだと思ってたんでもうふざけんなよって話でこれはもうあのまあいいや <laughs> ということではい。 ただ、何て言うんだろうな、もう今、もう人気がないからね、岸田政権がガーシーさんを叩いて人気が出るってなったらやる可能性はありますけど、そ,のそれをマスコミが一生懸命作り上げようとしてますけど、だからすべては民意にかかっているような気がするんですよ、これがおかしいことであるかっていうことが、いかに多くの人に知れ渡るかっていうことですよね。そうただ 本当に、有識者が、まあ、この件についてね、いや、別になんかガーシーさんがやってることを正当化しようとは思わないけど、一発除名とかわけのわかんないことを言ってる連中をちゃんと批判しなきゃダメですよね。東国原さんも言ってたでしょ、だからあの人はね、まあ、まあいいや、あの、まあいろいろね、こう空気が入ってる人たちが誰かっていうのはめくれてきますよね、こういうのね。はい。で、 まあ個人的にはだからコメンテーターさんとかでもなんとかうまくねおかしいなと思いつつなんか言わなきゃいけないじゃないですかアナウンサーがすごいこうなんかもう無理やりこう眉毛をうーって寄せてこういうことをガーシー議員おっしゃってますかみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> えみたいな。目をきそんでなんでぐらいのことを普通に言うじゃないですか。だとある程度ね、その知識ある人だったら。で、分かってるけど、それはちょっとこれ言えねえんだな、みたいな感じの空気感出してる人いますけど。まあいいや。あまあでもテレビに期待してもしょうがないし、まあ見てもいないんでね、別にいいんですけど。で、少なくともでもネット上でもそういう感じに今んところなってないんでね、だからそこがやっぱポイントかなっていう気がしますかね。 で同時に事情聴取に応じる気持ちがないということで、えー、警視庁は逮捕状を請求する。その上で、えー、っと旅館返納命令が出されるだろうということですかね。だから、帰ろうとしたら、いやつな事情聴取来てくださいって言って、いやいや、もう帰るところだからってって帰っちゃうと、じゃあ逮捕状を出して、アウトみたいなことですかね。はい、で、えー、っとパスポートが失効すれば、あ、これは。 あ、不逮捕特許を失った場合の話ですね。このお世話はないと思うけど、パスポートが執行すれば日本国民としての移動できなくなり、身分保障も受けれないということですね。えっ、ー、と、だが、滞在しているドバイのアラブ首長国連邦が脅迫や名誉毀損なような微罪で、カ、えーしを、を日本の司法当局に引き渡すこともあるまいということで、そもそも微罪だとするならばですよ。微 <laughs> 罪だとするならば、そも,そもそもそんなんで逮捕許諾請求みたいなことを、 ま、国会で大騒ぎして、この証拠をもとにってやるんですか。本当にいかれてるんだと思います。で、えっ、ー、と、 では、えーと、暴露系ユーチューバー時代のガーシー氏の攻撃は警視庁が逮捕して、社会から遮断の上でギリギリ攻め立てなければならないほどの罪なのかということで、これについては、告訴に至る被害者の特定もできていないと、N との立場なしは、えー、と虚偽告訴だとして、俳優の綾野剛楽天、社長の三木谷氏の両名を民事提訴したということですね。はい で、綾野を提訴したのはガーシー議員で、立花氏は代理として訴状を提訴した。三木田氏、西への提訴には立花氏自身だっていうことですね。だから、これはだから、えっとね、まあ、いろんな思い、意味役思惑があると思うんですけど、ガーシーさんに言われて、その、泥かぶれって言われてやったっていうのもありつつですね、まあ、ちゃんと攻撃しなきゃいけないってありつつ、ただ、現時点でこれ別に警察が発表してるわけでもなんでもないわけですよね。で、まあ、 そんな中で三木谷支持はなんかほらガレスさんが何か,かそんなのやってないよみたいな話も出てたんでだからまあいずれにしても訴えればわかるじゃないですかその民事になった時に訴えてるんですか訴えてないんですかっていうことについてはまあそ,れこそこで真実性を表すことができるのでまあ多分、まあ、そういう意味合いもあるのかなって感じですよねはい。で で、ガシ攻撃は確かに激しいと、巻き舌の関西弁の絶望は鋭く、綾野の引行疑惑や、三木谷氏のウクライナの女性たちのパーティーとも批判するのだが、どの部分が常習的脅迫、名誉毀損、業務崩壊に当たるかわからないってことで。本当にそうですよね。だから、単純に言い方がきついからって言って、だ、逮捕ってこれ、なんか大阪人、大阪弁差別 <laughs> これだから、これだから大阪の人はもっと怒った方がいいと思うんですよね。だから、その、 でも文化の違いみたいなやつよくあるじゃないですかその関東のん関西の人はアホアホが優しい言い方だけど関東の人はアホって言われると腹立つでバカは逆にあのそれは逆転してるみたいな話でだからまあその辺はなんか。 まあどううなんでしょうね、この辺を一種のキレゲーと見るのかどうなのかって話じゃないですか。だからこれが密室でやられててですよ。で後ろになんか怖い人いっぱい立たせた上でうらーってやってたらこれ脅迫で金よこせとか言ってたら脅迫でしょうけど公衆の面前ですからね。 これが脅迫に当たるんで、すかみたいなでそんなことやってて、嘘だったら言われた方が、いや、何、こんな嘘をあんなおっきい声で言ってますよっ,つって反論すべきだし、じゃないですか。だし、えっ、ー、と、民事で提訴もできるわけですよ。やってないですよ、誰も。むちゃくちゃじゃないですか、これね。で、えっ、ー、と、それで警視庁は被害者名すら明かさない、それで、そもそも綾野吾三木谷の嫁、刑事告訴人なのかっていうことで、 取材をしたってことですね。綾野サイドの回答はなかったものの楽天広報部はそのような事実は確認されておりませんと明確に否定したと。楽天は否定しましたと。で、この楽天の回答は筆者の取材結果と合致してるってことで筆者が認識してるのは綾野他の告訴人は著名俳優のグッズなどを扱う会社の代表と、えー、映像会社を創業した著名 IT 長者だってことで。 でえっと、こっちの、ね、方はね、えー、福谷さんでしたっけど、おかしいさんがちょっと名前出してましたけど、でもう一人の方ですね、この映像会社を創業した著名 IT 長者って、そんないないんですよ、多分私が知る限りえっり、と、優先の宇野さんと、それから、えっと、あれですよあの、アベマ TV を作ったふ藤田さん、えっと、この2名。 だと思われるんですけど藤田さんがやるとしたら、まあでも一応あの楽天にはなんか恩があるらしくて。で、はい、で、まあその楽天のね、えっと、まあ、なんていうんでしょうね、役員もやってたりとかしてるんで、まあ、どういう感じっすかねみたいなとこがちょっとありますかね。だから、えっと、まあ、ガーシーさん、支援までいませんけど、あの、まあ、誕生日。 かかったのかなまあまあ誕生日プレゼント送ってたかとかガーシーさんに確かあのー、ツイッター上でね応援してますぐらいの感じのことを多分やってたと思うんですけど GMO の熊谷さんですね熊,熊谷社長がいるんですけどこの熊谷社長っていうのがその昔ねそのえっと、藤田さんの会社を買収にかかりましたみたいな感じがあってあっ あで、すよね。で、それの時にホワイトナイトしたとして現れたのは楽天の三木谷さんで、そこで救ってもらいましたみたいなのがあって、そうすると、まあ、恩があるからっていう感じで、まあ、楽天の三木谷さんはよく嫌われてるって話がありますけど、だからそっちでまあ、恩があるからっていうことで、そっち側についてるみたいな話が、まあ、ひょっとしたらあって、藤田さんの可能性もないわけじゃないけど、ただ、こんなリスク、犯すかなと思って、ちょっとその辺は、あの、どうなんでしょうって感じですかね。はい。あと もう一人はですね、宇野さんの方はまあ優先で,ですけど、こっちは橋本環奈さんの方の事務所とまあ深いつながりというか <laughs>、があるから、まあ、なんて言うんでしょうね、まあ、そっちで個人的にか可愛がってる橋本環奈がこらみたいなことはあるかもしれないですし、その辺はね、ちょっとね、でも,でも橋本環奈さんの話って出てきたのって、YouTube バーンされたより、確か後ですよね。 だからそういった意味において、YouTube の名誉毀損等々の話においては絡んでこないんで、まあ、結局のところ誰なんでしょうねっていう感じですかね。はい、で、えっ、ー、と、そうですね。ただもし藤田さんだとすれば、ガーシーさんが名前を出さないのもちょっとよくわかるような感じですかね。ちょっと慎重になるというか。はい。えっ、ー、と、そういう感じですと。で、まあ、とにかくですね、無一文の YouTuber を半年で国会議員にしたのは、 SNS にいる、まあ、要するに権益を持たない若年から中年にかけての無,法無党派層だということで、まあ、基本的にだから選挙に行かないタイプの人も含めてということですかね。で一方で、ガーシー排除に動いているのは、役所や司法や企業やあ新聞やテレビのマスコミが築き上げた秩序の側であると。で海外に移住して一度も国会に投院せず。 歳、えー、費だけ手にする国会議員などとんでもない存在を認めた社会のためにならないからび名して逮捕だなるほどねまあ秩序は側はそういうふうに考えるでしょうとでこうした国会権力の移行を意識するガーシー氏は恐れもするし抵抗もするガーシー氏は最近 SNS でようこう呼びかけたと俺は議員を辞めたとしても第2第3のガーシーは出てくる俺は国会に小さな石を投げ込んだだけかもしらんけど選挙のあり方国会のあり方は変わっていくお前らそれを見といてくれと いうことでガーシー議員を生んだ層と排除した層の分断、異物としてガーシー氏を排除するだけではなく、その融和と解消も意識すべきだろうということで、めちゃくちゃいい記事ですね、これ。<laughs> あの 現状あかなり冷静に、まあ、言っちゃいけないこともたくさんあると思うんでその辺は伏せつつですね現状を冷静に分析してるっていう感じで、まあ、最終的にまあ秩序側と新時代みたいなことですよねだから秩序側っていうのは今の権力構造の中かやっぱ取り込まれてるから,だからそこに対してやっぱおかしいっていう時代的におかしいってなってる中でまあそこに取り込まれてないそうですよねが普通におかしいよっていうふうに言ってる人を応援してるってう、まあ、こういう流れの中で,でこの勢いはね合心した関係なく 加速しますよね。だから正直イガーシーさんを叩く側に回れば秩序側ってことだから要するに沈んでいく側なんですよね。だからまあまあそういうのがまあ早めに分かるといいなと思いますけどまあ今変わり目なんでね、まあ、そういうのがいろいろこう今年は分かるようになってく時期なんで、まあ、その辺も含めてですね今まで偉そうなことを言ってた人があのめくれるというか。 あのいうような時代になっていくと思いますけどはい。まあ、いずれにしてもちょっとね、これはもう帰国しろとも帰国するなともなんか言えない状況にはなってますね。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。宣伝あチャンネル登録もよろしくね。